予言のことが何か分かったのか。レイヴンのは、アイナ、一体どこに。このお話なんだか素敵だね。ねえ兄さん、またアイナにこの本を読んでね。アイナ、頑張るから。約束だよ、兄さん。ああ。これは。兄さん、怖い。アイナ、よかった、戻ってきたのか。動けるのか。もしかしてお前、アイダが。違う。お前はアイナを意識不明にしただけでなく、俺から何もかも奪っていくのか。もう時間がないんだ。最後の手段。いや、初めからこれしかなかったのか。予言のことで何か分かったらしい。レイヴンのアットホームに行こう。君たちに集まってもらったのは他でもない。
運命の預言者フィドヘルの預言のことだ。そう、その預言のことだけれど、気にかかる点があるの。それはこの予言が特定の人物を指し示しているという点なの。これを見て。その左腕には異形の鍵。その右腕には黄昏の鍵。ついの名に最短の波動。光となりて世界を満たす。そうは新たなる神々の黄昏を招く者なり、破壊者にして創造者、そして無力なる者、巨大なる亀の蹄の音とともに、ああ、小さき者の幸せあれ。その左腕には異形の鍵を、その右腕には黄昏の鍵を。この「祖」という部分、こう解釈できないかしら。左腕にアイダを封印し、碑文をも宿した男。オーバンのことか。なるほどね。じゃあ、祖は新たなる神々の黄昏を招く者なりっていうのは、オーバンが新たなる神々の黄昏を招く者ってことになるな。神々の黄昏って、本来は神話における神々の最終戦争、神世の終末の日のことだね。オーバンが終末の日を招くってことか。これ以上の奥断はすべきではない。なあ、なんだかこんがらがってきたな。俺たちどうすればいい。アイダの陰には常にオーバンがいた。俺はあいつを追うべきだと思う。オーバンが全てを解決する鍵だ。確かに。なんだ。オーバン。いや、碑文使い全員が改元したな。長かった。全部あんたの思惑通りってわけか。そんなことはない。全ては偶然と必然の積み重ね。話したいことがたくさんあるようだな、シグマサーバー。ボーガなる罪とがの意訳、そこからエリアハッキングでアウターダンジョンに来るといい。そこで俺の真実を語ろう。それはお前の真実でもある、ハセオ。シグマサーバー。私が同行しよう。カオスゲート前で待っている。準備を整えてきたまえ。ああ、今度こそ真実を掴んでやる。シグマサーバー、ボーガなる罪とがの意訳で
エリアハッキングだ。寝ろ。愛だに対抗できるもの、現状非分使いおいて他にない。愛だに対抗できるもの、現状非分使いおいて他にない。対抗できるもの、現状愛だに対抗できるもの、現状非分使いおいて他にない。用意はいいな。エリアハッキングでアウターダンジョンに向かい、オーバーと決着をつける。今度こそ死の。
対抗できるもの現状非分
立派ね。僕は負けない。油断しないで。ここを奮進撃。状況は有利だ。ここを転進撃。ほら、絶好調撃。馬車軍。超撃。刀鳴らしにもなりゃしねえ。
だらけだぜ。ほら、無影戦だ。やしゃぐる。僕は負けない。刀鳴らしにもなりゃしねえ。まさか。
グル。はい。ラウィア。はい。やっ。止まるな。払いなさい。無様なもんだぜ。状況は有利。ほら、
ここを転進撃。ヤシャグル、はい、どうだ。僕と出会ったのは不運だったの。
データの歪みがこの近辺にあるようだ。エリアハッキングだ、ハセ。ああ、分かってる。君の好きにして。
逃がさないわ。ここは苦しんで、ダンジョンのどこかに警戒を怠るな。この程度問題ないさ。ヤシャグルム、ここを転進。ダメだ。ヤルヒコ超撃。ここを転進撃。ヤルヒコ超撃。ブレーセンザ。負ける要素はなかった。
血だらけね。ヤシャグル、ここを転進撃。ヤシャグル、ここを転進撃。まあこんなものかしら。何が起こるかわからない。しっかり準備しておいた方が良さそうだな。今度こそ必ず取り戻してやる。どこだ、ここ。まさかここは創造主の部屋だよ。オーバン、少女の幽霊、どうしてここに。ここはな、ハセオ、偉大なクリエイターがザ・ワールドに残したブラックボックスの一部だ。知識の蛇さえこのエリアの存在を知ることはできない。ここには紙作りの物語、ザ・ワールドの英知のすべてがある。それはまさか黄昏の碑文。ご託はもうたくさんだ。未帰還者も死のを治す方法をあんたは知ってるのか。方法？未帰還者を元に戻す？何がおかしい。なすこと自体は簡単なんだよ、ハセオ。だがそれを元に戻すことはとても難しい。わかりやすいように例えてあげよう。一度混ざってしまった紅茶とミルクを君ならどんな風に分離する？できはしない。そもそも分離する必要がない。てめえ。だが思い出せ、ハセオ。アイダサーバーを抜け出した時、アイダサーバーの元凶を退けた時、未帰還者たちの意識が戻ったことを。俺を倒せば万に一つの確率でシノの意識が戻るかもしれないな。もっともあくまで万に一つ。確証などどこにもありはしないがな。オーバン、てめえ。さあ、俺を倒せ、ハセオ。そして、お前の真実を奪い返すがいい。くぅー、かかってきやがれ。はっ、はい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 、
まだ足りない。どうしたハセオ、お前の力はそんなものか。俺を倒せ、喰らえ、引き裂け。八層のうち七つまでもの力を喰らったお前のアバター、真に成長したお前の死神で俺を倒してみせろ。今度こそ二度と復活せぬように、死のを取り戻すために俺を喰らい尽くしてみろ。来たれ祭壇コルベニク。はなんだな、オーバン。わかったよ。やってやるよ。それが望みだってんだな。それで、あんたの望みが叶うなら、
返すがいい。
奪い返すがいい。
前の怒り、その程度か、汗を。そうだ、もっとだ。これでいい。ああ、最短が、希望の力が、ついの波、最短の波頭、死の恐怖を鍵とし、最短を発動させること、それが目的だったのか、オーバー。お前の推測はいつも遠くて近いな、ヤタ。じゃあ何が目的だったんだ。俺の目的は未帰還者になった妹を救うこと。妹？アイナは実の妹だ。おそらくは最初の未帰還者。この腕に宿る愛だが、俺が手にかけてしまった。俺は黄昏の旅団を作り、アイナを救う方法を探した。しかしシノもまた、最短の真の力とは、創造主がザ・ワールドに残した安全装置、いわば初期化プログラムだ。そしてそれは真に覚醒した死の恐怖によってのみ発動する。
俺の。そして俺は今その力を全ネットに解放する。ちょっと待てよ。それじゃネットワーク全体を初期化することに。ではネットワーク全体に潜む間をどう排除する。それはこれは賭け。しかし賭けるだけの価値はある賭けだ。賭けるのがあんた自身であったとしてもか。ああどうして誰かを頼らなかった。どうして俺を信じてくれなかった。どうして。信じていたさ。だからこそお前を選び見守り育てた。お前はよく答えてくれた。ありがとう、ハセオ。最後に綺麗事言ってまとめたつもりになってんじゃねえ。こんなギリギリになってどうしようもない状態になってあんたのせいでどれだけの人間が傷ついたと思う。悲しいんだと苦しいんだと思う。たくさんの人を踏みつけにして自分だけが幸せになれる権利なんか誰にもありはしない。誰だって悲しいんだ。誰だって苦しいんだ。目を背けたくなるような現実があるんだ。あんたは特別なんかじゃないんだ、オーバン。人の思いは全て特別さ。それがどんなに矮小であろうと崇高であろうと違いなどありはしない。ハセオ、最後にいいことを教えよう。俺はキー・オブ・ザ・トワイライトを見つけた。それは真実に至るシルベだ。八層の碑文こそが俺にとってのキー・オブ・ザ・トワイライトだった。あんたにとっての。そう、一つの事実に対して真実が複数存在するのと同じように、それは思いの数だけ存在する。じゃあキー・オブ・ザ・トワイライトっていうのは青い鳥のようなものかな。聞こえる、目覚めの序曲だ。最短が発動する。
どこだ？みんなはどうなったんだ？俺は死んだのか？くそ、何も見えねえ。何もわからねえ。俺が今までしてきたことは何だったんだ？全部無駄だったのか？橋尾さん、その声、欅、なんで？オーバンは最短の真の力を発動しました。気分使いであるあなたの PC と精神は深いダメージを負った。オーバンの真実を知ったことであなたは自分を見失いかけています。ハセオが何者なのか、あなたの碑文に問いかけなさい。あなたの真実に、さあ。俺は、シノが意識不明になってから、俺は一人だった。その時、俺に残されたものは、トライエッジに対する復讐心だけだった。そして力だけを求め続け、俺は死の恐怖になった。あの時はただそれでいいと思っていた。
トライエッジにデータドレインされたあの日、俺は力を失った。絶対だと思っていた力はあっさりと砕けた。そんな最中、あいつらと出会った。最初はうざったいだけだった。利用するだけ利用して捨てるつもりだったけど、あいつらはいつの間にか俺の中の大切なものになっていったんだ。気づけば俺はいろんな奴らと出会い関わってきた。互いの思いをぶつけることで分かり合えた奴ら。どうしようもなくおせっかいだけど根はいい奴ら。それぞれの理由は違うけど、目的を共にする頼れる奴ら。そしてそうだ、あいつらどうしてるだろう。そうだった、そうだったな。死の陽子、未帰還者になったあいつらも。まだ俺を待ってる奴らがいる。俺は俺に関わってきた全てに関わり抜くと決めた。だから俺はここにいる。見つけた。お前は。それがお前の答えか。バカかお前。何度もお前が目を背けてきた道だぞ。何度もお前が捨てた道だぞ。面倒だぞ、辛いぞ、苦しいぞ。それでもこの道を行くんだな。決めたんだ。そうか。じゃあ俺はもうお前には必要ないな。じゃあな。いや、行かせねえ。関わり抜くって言ったろ。俺はお前も連れて行く。お前は俺だ。
俺はここにいる。なんだここは。ネットスラムへようこそ。ネットスラム。ハッカーと不正規 AI の楽園。言ってみればザ・ワールドのジャンクデータの寄せ集めです。つまりここは違法サーバー、本来のザ・ワールドではない。ザ・ワールドであってザ・ワールドでない場所、そんなところでしょうか。要するに、ここにいる連中、みんなチート PC か。何がおかしい？だって、あんたの PC だって相当いじってるだろ？俺の…なあ、月の木の欅を見なかったか？欅さん？ああ、ブリッジにいたかな。ブリッジはあっちの方向に行けばいいよ。それじゃあね。欅を探そう。ブリッジにいるはずだ。欅を探そう。誰もいないのか。ジョブエクステンド X フォーム。欅、どうやら碑文とあなたの精神の結びつきを取り戻したようですね。 X フォームだと。欅、この PC お前が改造したのか。はい。でも原動力になっているのは碑文の力。
あなたの精神力です。僕はその回線をちょこっといじっただけです。お前マジで、あの欅か？はい。月の木のギルドマスター様が、なんでハッカーの巣窟に？ここは、僕のふるさとみたいな場所ですから。思い出せますか、ハセオさん。どうしてネットスラムに来たのか。オーバンが最短を。ええ、そのプログラムの余波で、あなたはザ・ワールドの異界であるこのネットスラムに飛ばされました。そしてあなたの精神と PC ボディを破損するほどの衝撃が全ネットを襲った。危うく魂ごと持ってかれるところだった。ケヤキ、お前何者だ？どうしてそんなことまで？欅はネットスラムの住人だ。やだ。ハセオ！ハセオ！ハセオさん！クン、パイ、アトリ、無事だったのか？それはこっちのセリフだ！心配かけやがって。このエンデュランスと作望もこのネットスラムにいる。最短の余波でチリジリに飛ばされた我々七人をケヤキが拾い集めてくれたのだ。やだ、お前はネットスラムのこと知ってたのか。ヤタさんはここの住人の間では超有名人ですよ。昔の話だ。オーバンは、未帰還者になった妹を救う手段を探していた。最後には自身の破滅と引き換えに。オーバンのことについては。待てよ、今は俺たち全員が無事だった、それでいいじゃないか。ハセオ、ところで、あなたのその姿。ケヤキ、お前が非分使い PC に手を加えたのか。 X フォームは、非分と PC を融合したイリーガルな力です。力か、今さら力なんて。オーバンの戦いは終わりましたけれど、このザ・ワールドの危機の火種はまだ消えていない。何？どういう意味だ？今は心を休めていてください、ハセオさん。人には癒しも必要ですから。ハセオさん、ザ・ワールドは、ネットは、世界はどうなっちまったんだ。わからないです。でも私とハセオさんはここにいるじゃないですか。ハセオ！お？ハセオ！アトリも来て！何でしょう？行きましょう、ハセオさん！
これは。ああ、街が。この辺でいいのか。ああ、よろしく頼む。誰と話してるんだ、ヤタ。さっきからここにいるだろ。彼はタルタルが、この船そのものだ。むちゃくちゃだな。彼も古い友だ。ハセオさん。危機の火種、それに対抗しうる力をハセオさんは身につけました。しかしそれは今のままでは完全な力を発揮しません。どういうことだ。だから今のハセオさんにできることを信じて、仲間と共に考え、そして進んでいきましょう。僕もハセオさんの力になりますから、必要な時は呼んでくださいね。どれだけお役に立てるかは分かりませんが、レベルを上げるお手伝いなら私にもできるはず。ならば私も欅様のご意志と同じく共に戦います。これを受け取ってください。さあ、そろそろ着きますよ。最短の発動で、リアルでは世界規模のネットワークトラブルが発生した。金融、通信、輸送、メディア、あらゆるものが被害を受けた。第三次ネットワーククライシス。世界は事件をそう呼んだ。その陰でザ・ワールドには平穏が訪れた。最短発動後、ゲームの内外で間現象は確認されていないらしい。オーバン、あんたは目的を果たせたのか。未帰還者たちは徐々にリアルへの復帰を果たしつつある。でもシノは、坊の思いは伝えた。あとは咲く、それをお前が理解してやるだけだ。思い直してくれよ、咲く。天狼、リアルに復帰できたんだな。だが陽光は、それに死の、
欅は、危機の火種はまだ消えていない。どういう意味だ。でもアトリがいなかったら、俺はオーバンと戦うことすらできなかったと思う。ありがとう、アトリ。アイダは倒したはずなのに、シノやヨウコウの意識は、まさかアイダ以外に原因が。最短の発動で CC 社の内部も揉めているようだな。ヤタもバイもしばらくは休む時間すらなさそうだ。それにしてもリアルでのオーバンは一体。予言を与えたのは誰か。一体誰が、あるいは何が。ザワールドのあちこちで被害が出ていたな。やはりこれも祭壇が発動した影響なのか。アイダの反応についてはあれ以来何の報告もない。結果的には収まったということなのか。しかしオーバン、これで良かったのか。告げなくてはならないこと、一体何だろう。とにかくヤタに会いに行こう。デルタサーバー、隠されし禁断の絶対城壁だな。ヤタに呼ばれている。一人でデルタサーバー、隠されし禁断の絶対城壁に行こう。